パナソニックルミックス DMCG1 オリンパスペン EP1 オリンパスのコンセプトモデルフォトキナ2008に参考出品された。パナソニックアバカム AGAF100 マイクロフォーサーズシステムはレンズ交換式デジタルカメラにおける共通規格の一つであり、フォーサーズシステムの拡張規格である。 オリンパスとパナソニックによって策定され、2008年8月5日に発表された。同年10月31日には1号機であるパナソニックルミックス DMCG1 が発売された。デジタル一眼レフカメラの規格であるフォーサーズシステムの使用をミラーレス構造に最適化したもので、レンズマウントについて以下の変更が加えられている。 イメージセンサー自体の大きさはフォーサーズシステムと同じである。フランジバックの長さを約半分に短縮マウント外径を約 6mm 縮小マウント電気接点を11点に増加フランジバックが短縮されることで同一の高速を通すマウント外径が約 6mm 縮小した。この変更によりこれまでのフォーサーズシステムよりもボディレンズの一層の 小型軽量化、薄型化が実現可能となる。また、フランジバックが半分に短縮されることで、ミラー機構を搭載することが不可能となる。そのため、電子ビューファインダーを搭載しているものが多い。ミラー機構がなくなることで、レンジファインダーカメラ用レンズに見られる。バックフォーカスの短いレンズを搭載可能になり、レンズ設計の自由度が増すほか、構造上不可能だった。 動画撮影にも対応可能となる。従来のデジタル一眼レフよりマウント電気接点を増やすことでレンズボディ間の通信速度の向上しライブビューの a f 機能の円滑化や高解像度の動画記録、撮影画面のアスペクト比の変更が可能になっている。また将来的な機能の拡張にも対応している。これまでのフォーサーズシステム用レンズは マウントアダプターを使用することで、マイクロフォーサーズシステム用ボディに装着することが可能である。携帯性と画質の最高合致点を目指した、オスカーバルナックの思想を尊重し、マイクロフォーサーズは、レンズと、ボディが小型に設計されている。企画発表当初の賛同企業は策定者である、オリンパスとパナソニック、パナソニックに、 ライセンス供用を行っているライカの3社のみだったが、2010年8月に、コシナが、2011年2月に、カール・ツァイス、コマムラ・商会、シュナイダー・クロイツ・ナッハが、2012年1月には、タムロン、健康トキナー、アストロデザインが、2013年1月には、ブラック・マジック・デザイン、JK ・イメージング、フォトロン、SVS、ビズテック、ビュープラスが、 それぞれ企画への賛同を発表した。2020年現在も新たに企画に賛同する企業が増えている。オリンパスペンシリーズオリンパス OM、D シリーズオリンパスオリンパスエアー、G シリーズ GH シリーズ GF シリーズ GX シリーズ GM シリーズパナソニックアバカムシリーズ、賛同企業以外のサードパーティーからも製品が発売されている。車体は 開発が発表されているが、未発売の製品。オリンパスエムズイコーデジタル14から 42mm、F3.5 から5.62、R パナソニックルミックス G バリオ45から 150mm、F4.0 から5.6アスフォ、メガ OIS オリンパスエムズイコーデジタル 45mm、F1.8 パナソニックライカ DG マクロ、エルメレット 45mm、 F2.8 アスフォメガ OIS マイクロフォーサーズシステムのボディに対し、次のレンズ用のマウントアダプターが純正オプションとして発売されている。フランジバックの短さを活かし、長期の純正品以外にもサードパーティーから足したようなレンズマウント用のアダプターが発売されている。など、ありがとうございます。